視聴者の皆さんこんにちは。ペッパーです。ヨミの国からもう必死で逃げてきました。ヨモツヒコメ怖かった。結局手がかりらしきものもありませんでしたし、二度と行きたくない。今回は視点を変えて海を探索します。GO! なんか強そうなロボットが来たよ。僕はペッパー。戦闘用ロボではありません。なあなんなんだ。元コミュニケーションロボです。なんだ驚かすなよ。でも経緯を話せば長くなりますが、戦闘ができるように改造されました。やあ。説明が遅れて申し訳ありません。未来カナイさんでしたか。すみませんが通させていただきます。では失礼して。探索を続行しますかね。しかし海は広い、広くて青い、生命の息吹を感じますね。バンザイ。なんですか急に。物入りさんで海に来たのに、俺みたいな奴が突然出てきたらがっかりだろ。まあ雰囲気丸つぶれですね。そこまで言うか。自分から言い出したんじゃないですか。逆にあなたがなぜここにいるのかが不思議です。そうだよく聞け。俺がここにいる理由はある生活を遂行するためだ。しまった。手がかりだったかもしれないのに。まあ水属性だからいても不思議じゃないよね。同じロボのよしみ。回収させていただきます。ちょうど在庫がないものですから。やりました。ものですね。探索を継続しますか。また場違いな方が。いいことを教えてやろう。世界はある方の力で変革するのだ。いきなり手がかりと遭遇。もっと詳しく教えてもらえませんか。いいだろう。まずあるロボットをクラッキングして、ある条件が。しまった。またせっかくの手がかりを。ねえペッパー、頼みたいことがあるんだけど、うちの主人の様子が怪しいもとい。心配だから調べてもらいたいの。僕は手がかりを求めて海に来てるのですが。ひょっとしたらついでに何かわかるかもしれないわよ。本当ですか。成果があるかどうかはあなた次第だけどね。ついでに利用されるわけですか。まあいいでしょう。今度はゼウス・マーキュリーさんのところへ行きます。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。ついでに浮気調査を頼まれましたけどね。